ロードバイク、ロードバイクとは舗装路にて高速走行をするための自転車。ロードレーサーと呼ばれることもある。ツールドフランスなどの自転車ロードレースで用いられる場合が多い。競技用としてのロードバイクの原型が完成したのは1900年代頃と考えられる。当初、ロードレースは土道、トラックレースは陸上競技と競用の踏み固められた土のトラックで行われており、 一方に特化した機材は存在せず、双方ともブレーキのない固定ギアの自転車が用いられていた。しかし、ロードレース用の自転車にブレーキが装備されるようになり、トラックレースではそれを禁じたことから、双方の機材特化が始まった。ハンドルはセミドロップハンドルに近いものであったが、1910年代に入るとロードレースに適したドロップハンドルが買い外れた。また、 この時代になると、ダブルコグと呼ばれる左右で、波数の違うギアを装備した車両が、一般的となり、起伏にもある、程度対応できるようになった。しかし、ダブルコグ式は坂に差し掛かるたびに後輪を逆に、取り付ける必要があるため交換に時間を要し、また固定に用いられる、ウィングナットは低温状況下において、かじかんだ手での着脱が困難なものであった。 1930年代になると、現在のロードバイク用ハンドルとして、一般的なマウスバーが使われ始め、1933年に、ウィングナット止めの欠点を補った、カンパニョーロの原点とも言えるクイックレディーズが通した。4年後の1937年には、ツールド・フランスにおいて、変速機が使用できるようになった。第二次世界大戦によって、 ロードレースの開催が一時中断するものの、1947年にツールドフランスが再開されると、再び技術革新が進み、フロントギアへの変速機構の導入や、木製リムから金属製リムへの移行などが行われた。1950年頃になると、クランクを逆転させて変速する必要がない、スライド式のディレイラーが、前後とも主流となり、間もなく、リアは、 ケのコ式のディレイラーに移り変わっていった。1960年代初頭には変速性能が良いパンタグラフ式が前後とも主流になった。こうして変速機構が進化する中、ブレーキは備えるが固定ギアで変速機を持たない車両を用いる選手もまた196年代前半頃まで少数ではあるが存在した。1970年代に入ると、 1971年にコンポーネントという概念を形にしたヌーボレコードが発売され、翌年にはシマノがデュラエースを発売。カンパニョーロはこれに対抗して、1973年にスーパーレコードを発売するなど、ロードバイク業界は一気に変化を遂げた。1978年にはシマノが現在主流となっているカセットフリースプロケットを実用化。 デュラエー SEX シリーズの一部として発売された。1980年代以降、ロードバイクもマウンテンバイクで培われた新しい技術を取り入れ、軽量化や新素材の開発も進み、信頼性、操作性が格段に向上した。ロードレース用自転車に準じるが、競技仕様を前提としなければ、競技機材規定に拘束されず、また、トライアスロンは自転車競技、 ロードレースではないため、厳密にはロードレース用自転車ではない。高速走行性能を優先して設計されるが、空気抵抗の点ではさらに先鋭化させたりカ弁とントも存在する。泥除けやスタンドなど走ることに不要な部品は基本的に装備せず、全消灯や後部反射板を備えていない車両も存在する。溝が浅く少ない幅の細い高圧タイヤを履き、 転がり抵抗の減少を図っている。基本的にドロップハンドルと呼ばれる特徴的な形状のハンドルを持つ。部品や素材は開発が続けられており軽量化が進んでいる。1990年代まではロードレーサーと呼ばれていた。時速時速 30km 以上のスピードを出せること、前傾の運転姿勢を取るため前方視界が限られることなどからシティサイクルなどに比べて 事故の当事者となり得る可能性が高いため一般道での走行には最新の注意を必要とする。車体質量が小さいほど加速や途半に要するエネルギーは少なくて済むためにロードバイクでは軽量性が重視される。現在では新素材設計の導入によりその質量は非常に小さく一般的な式サイクル実用車の1、2から1、3、 もしくはそれ以下の質量になる。軽量なものでは 5kg を切るような車体を作成することも可能である。国際自転車競技連合 UCI の規定では過度な機材の軽量化を防止するために質量の最低重量を 6.8kg と設定している。2000年代以降は炭素繊維強化プラスチックなど軽量な素材が登場し、 最低重量を下回ることも容易となった。プロ競技においてはバラストとして GPS やルート表示機能を備えたサイクルコンピュータやパワー測定装置、ディスクブレーキなどの機材を装着して規定をリアする場合もある。ほぼ全てがシンプルなダイヤモンドフレームを採用していると言っても良い。これにはロードレースでは UCI の規定により ダイヤモンドフレーム以外の機材を用いることが許されていないという用紙もある。ただし、そのような規制がなかった1990年代には、個性的なフレームの自転車がタイムトライアル競技で採用されていた。UCI でなく、国際トライアスロン連合が統括するトライアスロン競技用として、非ダイヤモンドフレームの製品もあるが、以前に比べると減少傾向にある。 1cm 刻みのフレームサイズを用意できたパイプ接合の頃に比べサイズ別の成形形を用意しなければならない CFRP 性一体成形が普及することに伴い荒いサイズ展開になりつつあるロードバイク、ロードレーサーは源流を同じくするトラックレーサーとともに減損する競技用あるいはそれに準ずる自転車の最も古い形態であるということができ 最もシンプルな形をしている。より速く走るためにできるだけ軽くし、無駄なものを可能な限り排除した設計がなされている。そのため、積載能力や走行以外の二次的な用途を前提とした設計はあり考慮されていない。中には、乗り手の体重制限を設けてまで、素材の肉厚を切り詰め、軽量化を図ったフレームも存在する。フレーム素材は、クロムモリブ電光。 黒森に代表される鋼、スチール、アルミニウム合金、カーボンが主流である。またかつては、アルミスチールや、アルミカーボンなどのハイブリッドフ,フレームも販売されていた。2014年現在、トップカテゴリーでは、フルカーボンフレームが主流だが、入門用のものでは、アルミフレームも多く、スチールフレームは軽量化の面で、アルミやカーボンを取るためレースではほとんど使用されなく、 なったが、一般的に耐久性が高く長い期間使用できることやクラシカルな細身のフレームは独特の美しさを感じさせることもあり根強い人気がある。わずかだが荒れた路面での振動吸収を狙ったサスペンション機構を搭載するものも存在する。プロレース、ハイレベルなアマチュアにおいてはコースに応じて高速巡航時の空力性能に優れたエアロホイールや ヒルクライムに適した軽量ホイールなどが使い分けられる。また、規定で認められている場合には、直径が違うホイールを使い分けることもある。この場合には、規格の違うホイールはフレームに適合しないため、車両ごと交換が行われる。ロードバイクのタイヤは700 C、700C、650C、26インチを、主流は 700C であり、ロードレースなど、 UCI 管轄の自転車競技で 700C 以外が使われることは稀だがトライアスロン用機材を中心に 650C のものが存在する。650C のホイールは 700C よりも径が小さいことで空気抵抗の少ないポジションが取りやすくなるため集団走行やドラフティング他の競技者の真後ろについて空気抵抗を軽減する技術が 原則として禁止されているトライアスロンでは、650C は合理的な選択である。また、650C はタイヤの外形が小さいため、タイヤを回転させるためのトルクが小さく、さらに、ギア比も小さくなることから加速の点では有利である。そのため、一時期ロードレースでも、山岳での勾配が険しいコースで用いる選手もいた。しかし、直進安定性。 高速巡航性能、コーナリング特性は 700C に比べて劣っているというのが定説である。ホイールには大きく分けて2種類の製品がある。ホイールは、ハブ本体、リム、スポーク、ニップルから成り立っている。ロードバイクのタイヤは、軽量性が重視されるため、トラックレーサーと並んで、細いタイヤが用いられ、タイヤ幅は18から 25mm 程度が主流である。 コースやコンディションによってはタイヤの直径を増やすことによりエアボリューム増による振動減少を狙って2 5ト、mm、ル幅程度のものも使用されることがある。またアルミフレームの完成車では2 5ト、mm、ルを標準装着とするモデルが増えている。ただしタイムトライアル用のフレームなど設計によってはチェーンステー長をギリギリまで切り詰めている他 23mm 幅の タイヤでさえ取り付けられないフレームも存在する。ロードバイクのタイヤの種類には、チューブラーとクリンチャー、またはワイヤードオン、略して5の2つの方式がある。また、マウンテンバイクでは一般化されている、チューブレスタイヤ開発も進められている。レース用機材としてはチューブラーが一般的であるが、近年はクリンチャータイヤの性能も大きく向上しており、整備性やコスト面から、 ホビーレーサーの間ではクリンチャーを採用するロードイクも少なくない。しかし近年一般的になりつつあるカーボンホイールにおいてはカーボンの強度上エッジを作ることが難しいためチューブラータイヤが一般的である。コンポーネントそのものは1970年代から存在していたが1980年代までは各種変速機のみ製造していたメーカーが存在し、 好みに応じて選択することもあった。現在では、コンポーネントとして、ひとまとめに選択、使用するのが普通である。コンポーネントとは、クランク、チェーン、前後変速機、前後ブレーキ、ブレーキレバー、多段ギア、カセットスプロケット、前後輪ハーブなど、自転車を構成する主要な部品をまとめた呼び方である。かつては、ロードバイクでも一枚側を、サドルフレームに、 用で貼った革サドルが主流であったが、1970年代頃より、プラスチックベースに干渉剤を挟み込んで表面に薄い革もしくは合成比較を貼ったプスチックサドルが出回り始める。サンマルコ社のコンコール、ロールスやセライタリア社のターボシリーズなど定番商品が登場し、完全にプラスチックサドルが主流となった。現在では、サドルのレールやベースに、 カーボンやチタンといった、軽く振動吸収の高い素材を使用したモデルもあり、合成比較すら貼っていない、成形されたカーボンの板そのものを用いることにって、軽量性に特化したサドルも存在する。ロードバイクは軽量に作られるため、サドルも薄く硬く、乗り心地もさほど良くないものであった。これらは、尿道や会陰部などを圧迫し、ライダーが苦痛を感じることもある。 この対策として、サドルの中央から後部に溝を入れたり、中央に縦に穴を開けたサドルが登場している。サドルの前の方、尿道などが当たる部分に溝や穴を設け、圧力がかからないように工夫し、また、女性ライバーの増加に合わせて、サドルの後部を広くした女性用モデルも発売されている。サドルの相性は、個人差が大きく、価格や使用する人数の高だけでは、 必ずしもその性能を評価できない。気に入ったサドルを長年使い続ける選手も多く、ランス・アームストロングのコンコールライト、刺繍なしやマリオチポリーニのリーガルなどが有名である。日本人でも藤野智和は引退までロールスを愛用し続けた。アルミもしくはカーボンのドロップハンドルが採用されている。通常はステムを介してフロントフォークと結合されるが、近年では、 プロ用機材を中心に、ステム一体型のハンドルも登場している。1900年代のツールドフランスに使われた自転車では、ドロップハンドルはまだ主流ではなく、セミドロップハンドルに近い形をしており、ハンドル形態は未完成だった。1910年代になって、ドロップハンドルがロードバイクのハンドルとして定着し、現在に至っている。 ロードバイクのほとんどが足をペダルに固定できる、ビンディングペダル、クリップレスペダルを使用する。足種多ようなビンディングペダルが、市場に出回っており、好みに応じて選択することが多い。ロードバイクのペダルは力を余すことなく伝達する、ことに特化しており、留め具であるクリートが大きく、サイクリングシューズを履いたままでの歩行は難し、 そのため歩行の容易な MTB 用のビンディングも広く使用されている。ロードバイクは全2枚刃が一般的である。チェーンリングは競技用としては 53T と 39T のダブルギアが一般的であるが、完成車などでは 50T と 34T のコンパクトクランクが主流となっている。スプロケットの枚数は一番多いものがカンパニョロの12枚であり。 シマノと SRAM は11枚である。スプロケットのローギアは 32T が最も低いギア比となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。